ました、イエイイエイじゃねえよイエイじゃねえよ、何してんの何それ、これ最近流行りのファッションです。嘘つけどうした、足のくるぶしのここがパチって割れました。割れた、はい、ディ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 ソーシャルチョップ避けれるかな、あと1週間で治るんですさあということで今回はですね4月1日から始まります神話対抗症競争開設65周年記念、こちらを徹底解剖していこうと、しっかりと足は気にしないようにね、はい、皆さんも見ていただけたらなと思ってます、はい、さあそれではこちらをご覧くださいどうぞ。2ヶ月連続で開催される G1 対抗症競争、新年度が始まる4月1日から後半戦の春の陣開設65周年記念が幕を開ける。さあということで今回はボートレース解説者の秋山本博さんでございます。よろしくお願いします。どうもこんにちは。よろしくお願いします。初登場。初登場。初登場の時間ですよ。いいんですか？こんなあの人気番組に。いやいやよ。よろしくお願いします。ボートの時間に出なければ、やっぱボートレースとあの関わってる人としては。この外でそんな声、またミュージカルみたいな。ボートの時間。いやいやありがとうございます。いやありがとうございます。よろしくお願いします。秋山さん知ってるちゃんと。もちろん知ってますよ。知ってんの本当に、はい。私だってアクアライブでも。ああそっか。させていただきました。最近ね、はい、ボートレースみたいなアクアライブの。そうですね。ご活躍。あのいやでも秋山さん東京からね、はい、東京支部ですか、もっと東京支部のボートレースさんですから。はい、それでもやっぱり住之江のやっぱりこの走り方とかも熟知されてますから。東京支部の人って意外と住之江苦手な人が多い。ちなみに僕ね、住之江あの現役の時走ってた時に、はいはい、いいモーターは引くんですよ。ほう。けど出たことがない、モーターがプロペラの調整が全く分からない。だからそこはやっぱりこの G1 戦ですから、うん、大阪支部以外のメンバーの話を聞きたいんですけども、うん、これ2ヶ月連続開催の後半戦なんですよ、はい、このね今ちょうど開催中です。そうです、ちょうど今日ね、ちょうど開設64周年記念が、はい、そしてこの4月1日から開設65周年記念の G1、 今何て言いました、いつから4月1日から G1 対抗賞競争開設65周年記念が開催される、はい、4月1日誕生日やえすごい日なんですよ。そういうこと、そういうこと、俺知ってたの、4月1日1965年4月1日生まれ、登録56期で同期に駒ヶ谷直樹、日高いつ子などがいるって書いてありますもん。おお誕生日が初日よ。誕生日が初日よ、すごいめでたいです、めでたいよ。1日ももちろんアンコアライブ入ってるんですか。入ってますよ。いやーだいたいね、その日はね41狙っていくからね、41 41流し41流しってこうへんからどうせ14にするドリームは14だとか言ってもう開設65周年記念ですよ、はい、新モーターの2節目2節目です。これですよ、どう見たらいいんですか、もうさっぱり分かりませんよ私たち。2節目ってことは、うん、1節使ったモーターも出るってことですか。そういうことですね、細かな調整はできてるんです、はい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 、ただ1節使ってもその1節使った時に成績が良かったモーターならいいんですけど、その時にあまり良くなかったモーターっていうのはちょっと嫌かもしれないね、うん、選手としたら。だから要は新モーターでそのままもうもらって乗るのと、うん、その前に1回走ってるけど、うん、全然ダメだったモーターやったら新モーターの方がまだいい。ちなみに、はい、新モーター、はい、例えばねスローから起こすじゃないですか、はい、一斉の背で、はい、それでね本当に差があるのは2停止ぐらい変わっちゃう。それを調整してある程度持っていくことはできるってことだよね。もちろん2世の世代起こした時に2停止先に行くプロあのモーターがプロペラを調整するのと、はい、2停止下がったモーターがプロペラを調整するのとやっぱり差が出ちゃうと。ということはですよ、うん、それを調整するにはやっぱり地元勢は有利ですよね。地元勢は有利、やっぱり住之江の癖を知ってる。まだまだ相場がはっきりとしていない状態の新モーター、前節のレース結果をしっかり確認して刻一刻と変わる整備状況を確認しよう。だからもう注目レーサーですよ。注目レーサーはもちろん地元勢、はい、松井選手がこのね、うん、前回の3月は出場できませんでした、はい、そうですそうです。でこの4月、うん、はい、松井選手、田中選手、太田選手、北村選手、丸岡選手、湯川選手、石野選手、西村選手、畑選手、木下選手、上条信孝選手、上田竜星選手、井上忠雄、素晴らしいメンバーね。面白い。これ特にその上から3番目、うん、調整力はもう全く心配いらないで、最近あの湯川選手が伸びつけるのすごくないですか。つけるつける、ガマゴリも優勝したでしょ。優勝しましたし、この住之江もやっぱり あんまり良くなくても伸びだけはなんとか来させろという。特にもう4カードの時のもう湯川選手だよ。
ったらね、あとほら若手、若手、はい、ね、あの井上忠正君にしても、うん、上田竜星君にしても、うん、まあちょっと記念には慣れてないけど、はい、上田竜星君は結構走ってるけどね。そうですよ、井上忠正選手なんか注目ですよ。記念 の、 く、うん、あの空気に飲まれないこと、ね、あ、そこ大事、そこ大事。だからあとは遠征勢ですけども、はい、この3月の大会には出れなかった峰選手が4月にこちらに、うん、来る登場です。来る来る来る、ちょっとねフレグ一本持ち上げて、うん、そうなんですよ。ただもう圧倒的な一般戦でしたよ、この間の2月。そうですね。あとは原田幸也選手、2020年の高松宮記念で優勝してます。3コースまくり出しを仕上がった時の原田幸也選手はもう手がつけられない、うん、へー、なんかその辺の本当に遠征陣も得意不得意っていうのはもうはっきりしてるじゃないですか、うん、そこですよね、うん、あと忘れちゃいけないのは、東京勢よ、はい、浜野野球選手、いやもちろんもちろん、はい、もうとうとうのエーゼですよ。そうよ、浜野谷さんも優勝してるでしょ。墨の絵国しないですもんね。そうそう、その墨の絵の、まあ、実績っていうかね、はい、それはもう東京勢が誇るところですよね。あ、うん、でもこれやっぱ連続圧戦してる人の方がいいですよ。でもねこれモーター変わるじゃないですか。 あんまり気にしなくていいですか。そこまで差は出ないんじゃないか、まあ、もちろん走ってた方が水面の雰囲気とかってのは分かるからね、はい、プロペラ的にはゲージは取れるわけじゃないですか。もちろんっていうことは、いいモーターを引いた人を連続で狙っていくのもあり、ありあり。あのプロペラの調整もそうですけど、うん、モーターのすごく大事な調整ってキャブレターの調整なんだ。キャブレター、キャブレターの燃料をどれだけ入れるかピットでよくやってない、ほらやってます、こうやってね、あれこう後ろ向いてね、爪楊枝刺してね、ブル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 ってやってます。ビーンって来るところを探してるわけ。そのポーズいります、今こういう感じで、ほらレバーも、うん、レバーもってね、その時にんーってやってる人とんーってやってる人とよく見る、んーってやってる人はまだ調整が分かる。それであの開けすぎたとか締めすぎたっていうコメントが出るわけ。そういうこと、絞りすぎるとモーターはバテる、開けすぎるとモーターは伸びない。整備を行った選手のコメントは要チェック。中でも整備公社と呼ばれる選手に注目だ。そんな大事な秋山さんの誕生日ドリーム戦です、はい、4月1日、今回もダブルドリームでございます、はい、初日第12レースは千成賞、もちろん1号店に松井選手、白井選手、篠崎俊選手、石野選手に山崎智也選手、原田幸也選手、あー4-1狙いたくなるの分かるこれ1-4-4-1やん、これ誕生日で1-4-4-1、この大阪ツートップを狙わんかったら、はい、ほんま東京帰り言われますよ、朝ライブで。いやもういいんじゃない、それでこれもうそれでいいんじゃない、1-4-4-1で石野くんもこれ調整ハマったら、はい、とにかく手がつけられるのが石野選手だからね。え、秋葉原4月1日でちなみに何歳になるんですか。56歳。56やで、見えへんやろ、見えない56やで。じゃあもう要56歳になって、はい、2日目ですよ、はい、ダブルドリーム、これも見てよ中島君、カンパクショー、はい、まあ、やっぱ6人すごいね、メンバーね。いやすごいですよ、峰選手から瓜生選手、太田選手、もうはい出た4号艇1-4-4-1やん、ここもめちゃめちゃ気になりますやん。もう吉川さんもいて、馬場選手6号艇、馬場ちゃんやっぱりちょっと入れたい、2、3着入れたい、ね、やっぱり入れたい、これいいんじゃない、1流し6で、あー3着、うん、16はいらないですか。じゃあ16流し、なんじゃ言われるがままやん展開俺が言ったやつ全部乗ってきたから展開を、展開は、ね、展開は今ピッタありました、そうあったあったね初日2日目から目が離せないドリーム戦、このレースあなたならどう予想する。ということで、はい、このレースから新年度を迎えます。4月からですから新しい新年度を迎えるわけですけども、ボートレース墨の絵で行われる注目レースを見ておきましょう、こちらです。さあということで、ゴールデンウィークはもちろん2021ラフィートカップ、はい、はいはい、これはもう皆さんもねおなじみだと思います、うん、あとオールレディースもあります、アクアクイーンカップ、おこれも楽しみね。アクアクイーンがあって次の7月はもうビーナスシリーズですから、おこれもすごいね。あとは石化線オール大阪があって、9月に G1 第49回高松の宮記念特別賞、またねこれでもねオール大阪がねいいのよ、うん、これやっぱ楽しみ ね、 楽しみですね、ラビートカップもそう、うん、もう本当にねあの若手たちがこう出てきてるじゃないですか、あのいつものメンバーじゃない人が優勝戦乗った時の興奮なんだろうね、その大阪のその隅田のラピートカップ の、 その特別感ってね。で他のジョーもゴールデンウィークレースやってますけど、うん、もうドリーム戦見ただけでなんかおお、ね、マジでみたいな、
楽じゃないですか。我々もだからレジャーチャンネルで中継してても、はいはいはい、ラティードカップってなるとなんかちょっとこうワクワクするんですね。だってこのオール大阪にずっと言ってんのがもう井口さんがオール大阪出せって言ってる。井口選手が、はい、俺さんそれ無理でしょ。じゃあみんな言ってました。俺出せって言うから、うん、もう大阪市の全員が、うん、いいよいいよ来いよ来いよ。おお本当、ただドリーム乗られへんでって言ってました。厳しいねそこは。そこはね。でやっぱりあれですよ、12月14日から12月19日まで SG 第36回グランプリが戻ってきました。おー、住みのいいね、グランプリが。うん、去年か、平和島にね。そうです、そうです。1年間、はい、平和島でやらせてもらって、うん、でやっぱこう住みのいいでしょ。いや、住みのいいです。やっぱちょっと選手もね、気持ちが違うと思います。そうね、この頃にはなんとか、はい、コロナも落ち着いてくれれば、うん、お客さんが満員の中でできる可能性もある。そう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 、はい、走ってる選手もやっぱりね、満員のスタンドで走りたいもん。それが楽しみでグランプリに出たみたいなとこありますもんね。特別な、あとあの歓声すごいね、ドゴンっていうの、やっぱあれは住之江のこのなんていうんですか、作りというか独特、独特、やっぱりその大きいそのスタンドがね、はい、本当にそのなんていうのかな、お客さんいっぱい入った時っていうのはこう降ってくるんじゃないかなっていうぐらいの、うん、すごい走ってる方もだからあれですもんね、石野さんが優勝した年は、はい、雨でしたもんね。ちょっと雨だったんで、やっぱみんな外で見てましたけど、はい、ちょっとね、やっぱ雨降ってない中で、そうね、みんな傘ささずに応援やってもらいたいね、やりたいね。もう傘さしてたからみんなこんなんなってた。わかるわかるわかる。あーってなってたから、それは楽しみでございます。はい、そしてなんと2022年2月にボートの時間ご視聴ありがとう競争の開催が決定。決して思い通りの展開にならない長島ドリーム、波乱だらけの番組冠レースをお楽しみに。さあということで、何はともあれですね、はい、こちら、G1 対抗賞競争でございますけども、こちらは4月1日からとなっておりますので、はい、ぜひともね楽しみにしてください。そしてグランプリは住之江で開催されます。年間を通してですね、オートレース住之江楽しみにしていただきたいと思います。ということで、はい、本日の解説は秋山元弘さんでございます。いやー、4月1日でいっぱい言ってもらったら、いやいや本当にまた出てください、ね、はい、今度はあの船券対決とかもやってるんで。あ、本当ですか。はい、あ、じゃあのぜひね、ファーストの女神と。いや、ファンストの神は、はい、あの別にボートの時間ではあんま出てない。あ、そうです、はい、別に別々、はい、別々でやってます、はい、ということで秋山さんありがとうございました。ということで、ぜひとも皆さんね、今年の住之江もよろしくお願いします。ということで今週はこの辺で、さよなら、また来週。次回のボートの時間は、あのスーパーレジェンド今村豊さんが番組に降臨します。410回歴代1位、オートレース住之江からのインフォメーション。オートレース住之江では4月1日から G1 対抗賞競争開設65周年記念が開催されます。2ヶ月連続開催の後半戦、新年度の幕開けを飾る見逃せない一戦です。ボートレース住之江およびボートパーク住之江のご来場ご観戦の際には、ボートレース住之江の公式ホームページで最新情報をご確認ください。ボートレース住之江から視聴者プレゼントのお知らせです。ボートレース住之江ペア有料席ご招待券を10組20名様に、そしてオリジナルクオカードを10名様にプレゼント。番組ホームページからどしどしご応募ください。